これまでにないようなちょっとしたアイデアとか工夫とか、まあ、いわば私は女性はイノベーターだと思うんですよ。福岡県北九州市にある有限会社ゼム建サービス。建設業界では少数派の女性を積極雇用しています。私は大工の娘で建設業の家に生まれ、周りみんな男だから女であっちゃいけないんだと、うん、男以上にできてここで活躍することを許されてるんだというような思いで、まあ、実は頑張ってきました。そんな男社会にも女性進出の変化が。就労者の人口数はどんどん減ってまして、3割以上の人たちがいなくなるので、もうとても足りないんですね。しかし結婚して家庭に入った女性には復帰を阻む多くの要因が。会社の面接に来ている女性の一級建築士が、まあ、レジ打ちの勉強するよりは CAD を勉強したいっていう、本当そうだなって。で9時から12時で仕事を終えて12時になったら家に一回帰らせてくださいと。冗談じゃないよと。でも、まあ、みんなやはり家族のことを切って切れないんですね。この業界の中でやっぱり女性を育てられるのは女性しかないと。そこで2人1組で1日の仕事を分けるワークシェアリングや、育休にも対応できるバックアップ体制などを整えました。安全な子ども部屋の作り方とか、キッチンを子どもが走り回った時にどういう引き出しやそのフックにしてた方が危なくないのかとか、もうそういうことがこう設計の実はすごい宝になるんですよね。女性ならではの視点で慣習や悩みを整えることで貴重な戦力を得る。こうした活躍の場を広げる手法が評価され、多方面から表彰を受けるなど注目を集めています。共に作っていく仕組みができてくれば、もっと面白い、もっと安心で、なんか未来が明るくなるじゃないかなと思ってます。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。